昭和35年10月頃からですね、あの B7 があの立ち上がってから間もなく開発に入りまして、まあ、ヤマハとして第2弾ということですね。開発目的はあのもうすでにあの手漕ぎのボートとかユーティリティっていう、まあ、石鹸箱によく似たボートがありまして、それにつけようということで開発されました。11年の10月ですね。だから1年ちょっと早かったです。早かったですね。ヤマハ技術研究所8万人の北側ですね、根本設計室というモーターサイクルの設計、エンジン設計とか車体設計をやってる部署がありまして、そこにあの船外機開発グループで、実験はあの内藤研究室というところがありまして、そこではモーターサイクルの実験をやってまして、当時はあのサナルコに汚染がありまして、そこでテストやったりで、ボートを浮かべてあのスピードテストとかプロペラの選定とか、そんなことをやりました。昭和35年10月頃から、私はあの昭和36年なんですよ、あの入社が。でしかもあの入社したのは日本学園、それであの配属になったのがあの中谷研なんですけども、その時はですね、中谷研っていう名前じゃなくて厨房技術科っていう、あの鋳物の厨房技術科っていう名前になってましたね。で当時あのオートバイと船外機とか鋳物は全部日本家庭で作ってたんです。ヤマハ部品は素形材の部門っていうのがなかった。で私はあの大学でアルミをやったもんですからね、川上さんに面接の時にお前鋳物やったんだからあの日本家庭で厨房へ入れって言われて、もうすぐあの入社早々厨房へ回されました。でその時にアルミの技術屋ってのはいなかったんですよ。で当時作ってたのがもうあの発売された P7 っていうね、船外機と、すぐに私が入社した時に立ち上がったのが P3 なんですよ。で実はその船外機っていうのは、まあご存知のように海水にさらされるから、その耐食性でアルミのそのエンジンじゃなきゃいかんわけですよね。でしかもそのピストンが高速で修道するっていうと、アルミでしかもそのピストンとピストンリングの高速回転に耐えれるようなアルミ合金っていうんですか、耐摩耗性合金が必要なんですよね。でそれを開発してたのが実は中谷研なんです。で私がもう入社してすぐその役割をやらされましたね。それであの P3 を作ったんですよね。でその頃のヤマハ発動機あのっていうのはまだね、生まれたばかりでね。だから日本楽器はピアノ楽器の方は一応あの基盤ができたな、その次の仕事だっていうことでオートバイをやって、でオートバイも軌道に乗りかかって、じゃあ次なんだっていうことで船外機とかね、いろんなことをやろうと、中の人が船外機なんだよね。だから入社はね、ヤマハ発動機所属の人も最初の大学卒業して入社の時は日本学期ですね。日本学期です、入社は日本学期だけど、はい、あなたはオートバイやりなさい、ヤマハ発動機、あなたは日本学期です。そこで振り分けられた。そのくらいあの日本楽器っていうのは名前通ってたんだけど、ヤマハ発動機っていうのは全然名前ない、通ってない、ベンチャー企業もいいところだね。指導方式はあの
今まで東発の2馬力のロープを巻いてコマとおねしで引っ張ってそんなあれだったんですけど、あのリコイルスターターって引っ張ってまた戻して自動的にできるコンバッサー採用した。それからあの牛乳方式はですね、あのガソリンをあの吸い尻なり持ってくるんです。方式はですね、ロータリーバルブ、オートバイの YA5 からかな始まった山独自の牛乳方式、これはこの時代あの花形だったもんですから、それを使って、それであのスタートがよくいいようにスターターキャップ、スタートだけ濃いガソリンをシリンダーにやる、そういうスターターキャブっていうものを使いました。デザインはですね、ヤマハ技術研究所内にボートを開発しているマグメ研究室があるんです。マグメさんっていうのは自衛隊の 艦長、その方があの山に来てそのボートの設計、そこには堀内さんとか坂本さんとか、はい、菅さんとか、そこにあの女のデザイナーの近藤典子さんという方、うん、B さんの開発を途中までやって、あの海の関係は一箇所にまとまろうよって我々開発グループがあの孫美県に移った時があったの。その時にあの近藤典子さんがデザインして、だからボートのデザインは女性が全部そこで近藤さんがやられてす、うん、あのその当時は、うん、あのそこの部署に移ったもんですからデザインを担当されて、そして木さんは売れたかということですけども、うん、先ほど説明したように酒造性が非常に一発でかかる、まあ古い人でも引けばかかるっていうで、軽くて、まあ、持ち運びがいいという力がある。それとあのフレームがねほとんどなかったんですね。爆発的っていうかそういうあれじゃないですけども売れた。38年の5月にですね、 B さんのもっと取り扱いを良くしようということで、あのインシンクラッチ PC さん、これも評判が良くてねこれはあの世界で初めてだと思いますね。内藤研究室にあったと思いましたけども、あの穴アースオーガっつってあの穴を掘る、うん、あの機械を開発してたグループがあったんです、うん、それにあの、はい、インシンクラッチ使ってたんです。それをそっくり持ってきた、まあ、インシンクラッチというのがその頃先端技術みたいな感じでオートバイにもあったし、うんね、いろんなものにそういったものを使うっていうね、要するにシフト入れる必要ないわけですよ、回転を上げればそれでずっとこう乗る、うん、そういう感じで昭和39年2月まで昭和製作所で生産されてですね、その次に生産工場が浜北工場に移って、そこであの GK のデザインの小判型のタンク GK デザインのが入ったんです、うん、それで P さん PC さんはですね36年の10月から、まあ、昭和で生産して昭和43年の2月までやったわけですけども、5年4ヶ月、まあ、何台出たのかちょっと分かりませんけども月に200台とか250台ぐらい、うんうん、昭和37年頃千葉県の房総半島の漁業の動力化っていう進みつつある。でそこへ行くと河川に東発の2馬力が赤帽子があの使われて、まあ行った時はちらほら発売して漁師のからあの山の船掛けはいいよというような評判が立って、まあ、先ほど言ったあの指導性がいいとかね、うん、力があるよとかそういうようなことで評判が良くてたくさん売れた。で1年後行くともう
どんどん羽生が黄色の帽子のあれが設計者の喜びを味わいました。まあね、本当に、ね、嬉しかったですね。Pさんの仕事がね、うまくいったなっていうか、そんな風に感じましたね。根本さんがいい商品を作るのは、やり方がいいからできるんだとか、やり方の結果がそういう風になる。こいつも盛んに言ってた。だから仕事のやり方を考えてやんなさいよって。だからその結果を良くするためのやり方を考えなさい。こうですよっていうのは教えてくれない。だからそれを考え教えちゃうと、うん、その人は伸びないわけ、うん、考えない、はい、考えれば人は伸びる、うん、そういうことを根本さんは言ってたと思います、うん、ですからあれをなさいって言って答えを持っていくと、もう答えができてて、それでチェックしてくれる、そんな人でしたね、教育者でした。だからやり方をね、根本さんからそういうふうにいろいろと教わりましたね。だから問題があったら現地行って現物見て、それで確認しなさい、三元ですね、それをやりなさいよ。だから今も電撃グループはそういうことやってる。あそこに問題あるよっつって、みんな出張行って見て対策する、的確な対策できる。問題は早く発見して早く対策しないと、時間が経つとものすごい対策がある、うん、だから現地に行きたい、問題あったらすぐ行きなさい、そういうようなことも教える、うん、そういうやり方をね、常にお話をしましたね、うん、考えるっていうといろいろと試しみっていうか、うん、出てくるんですよね。ある時は自分のやったやつ、仕事は自分で確認しよう、で確認したかしたらこうでしたと、じゃあそれが、どこが悪かったか、それを直しなさいよと、根本さんにも怒らなかった。本当にね、怒らなかったですね。仕事を怠けると怒りますけども、そのやった仕事の出来栄えで、怒るっていうことは絶対なかったですね。